これあの非常に勇気づけられると思うんですけどね、どうでしょう、被災地の方。そうですね、本当僕らは野球するのが仕事じゃなくて、はい、野球することによって楽しんでもらったり、その夢とか希望を持っていただくことが仕事なんで、うん、もう野球することじゃなくてそれが仕事なんで、うん、まあ、それがまあできるように、いつかそういうそれができるように今頑張っていきたいなと思います、はい。まあ、今回の審査